最初で最後のルームツアーをしようと思います。イン・ロンドン。デン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 。皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーの、カノンです。いやー、ついにこの日が来てしまいました。なんと今見たら分かる通り、この部屋全部大音量ごめんなさい。ちょっと待って、マカロン落ちてる。机周りがスッキリするっていう道具をこの3色買ったんだけど、黄色のマカロンここにあるやないか。なんか釘ってこれ何。おお、ちょっと私がこれちょっとやっちまったやつやんか、これ。ちょっと置いとこうか。今現在引っ越しをすべて終えて、業者がクリーニングするのに入って終わった後になっております。だからもしかしたら本当に忘れ物があるかもしれん。本当は引っ越しのすべての動画を撮ったりだとか、あとはそのパッキングする動画とかも本当は撮りたかったんだけど、ちょっとあまりにもね、ここ最近かなりバタバタとしてしまって、ちょっとピンと動画を撮るっていうところまであまりちょっと行き着かなかったっていうのと、まああとはその自分の計画性のなさ。あと1時間ぐらいしたら、なんとそのインベントリーチェック、アクセント大事、入居時とどこか違うところないか、どこか傷つけてるところないか、壊れてるところないか、何か紛失するものないかなとか、鍵を渡してこれで私はもうこの部屋に入ることはできないっていうインベントリーチェックっていうのがあります。それまでの間ちょっといろいろ寂しい。改めてね、なんかこうやって物がない家を見ると、こんな家綺麗だったっけみたいな思ったわけ。もうなんか別の家だもんこれ、何これっていうのを思うと、やっぱり物は少ない方がええな。ということで、うろちょろしてたらね、かなりちょっと時間がかかってしまうので、今から早速ロンドンのルームツアーしていこうと思います。シュッ、立った瞬間なんと OK、 so I've got 15 minutes、yeah. OK、 今ドア開けたら、そのインベントリーチェックの人が入ってきてしまった。 OK、 15分だけ。午後4時から一緒にチェックすると思いきや、担当者は3時にチェックをして4時に結果を言い渡すとのこと。マジか、それ知らんかった。現在2時45分、残り15分です。ここがまず私が、いつも入ってきてたドアで、ここにはね、飛行機じゃなくてなんだっけ、掃除機だ。ダイソンってイギリスの掃除機のメーカーだから、日本で買われやすいっていうね。それから一度も使わなかったこのラック、それからこのアイロン台、これはちょっとだけ使ったかな。それからここ、はい、掃除機じゃなくて、間違えた、これが洗濯機です。このシーメンズっていうメーカーは確かドイツのメーカーで、かなりヨーロッパでは有名な家電製品です。例えばまあ日本でいうとパナソニックとか日立とか、そういう感じ。液晶表示っていうのがあんまりかっこいいもんではないよな。なんか日本の方がかっこいいよね。でその隣はよいしょ、ここにはね、私はスキーとか入れてたな。で次ここ、イギリスの魚屋さんかなりおしゃれで、カニを買った時カニの甲羅の中に入ってるってやつだったのね。それめっちゃ嬉しくてさ、なんか捨てるに捨てられなかったから、カニの甲羅めっちゃ集めたけど、掃除の人持っていかなかったな。ちょっとインベントリーチェックのあの人の反応ちょっと見てみよう。はい、掃除し終えた後はなんかここ全部引き出し開けとけってなってるから、今すごくなんか開き放題になってるけど、キッチンがあって、で唯一閉まってるこれは掃除機です。間違えた、冷蔵庫です。この中には食器が入っていて、でこれが電子レンジ、これもまたね、ほらシーメンズ、これが冷凍庫、やばない。イギリスの冷凍庫こんなにでかいからね、どんだけ冷凍食品、ちょっと剥がしておかんと分かる。 ANA ちょっとなんでこれ剥がしてないの、つけるんだけど、これ OK、 今急ぎだからちょっとお腹に貼っとくわ。これがワインセラー、ワインを入れるんだって。一度も使ってないけど、掃除用品とか入れてたわ。で次はこれ、この中に例えばなんか車酔い止めとかの薬類を私はこの中に入れてました。これが点検タワー、これね、ニョキって出てくるからね、ちょっとやってみよう。はい、やべ、全然出ないんだけど、壊した、怖いからちょっとこのままにしとく。はい、次これがいつもご飯食べていた場所です。なんか掃除したら変な本置いてある、なんじゃこりゃ、誰だこれ。この家と関係ないけどな。おお次がやたらと多いクッション、もちゃもちゃと置いてありましたと。え、机黄色くない、私なんかしたっけ。でテレビめっちゃ見ようと思って大家さんにお願いしてテレビを買ってもらいました。日本製のがいいっていうふうに言っといたから。はい、これ日立です。私が一度も見なかったテレビ、はい、テレビ、そしてここ入る、そしたらね、ここに見えるのがクローゼットです。こんな感じ、
で引き出し、はい、あ、やべ、あ、これちょっと待って、これあれやんか、これ無臭だや。無臭ださすがにいらんけどさ忘れ物あるんじゃないかってふうに思っちゃうな。ちなみにあれは Wi-Fi の機械とかが置いてあります。で、ここのクローゼット横に行くとベッドルームがあります。はい、こんな感じ、こういうベッドルームがあります。これとかね、洗ったんや。電気をね、こうやってつけるようにつけたんだけど、あれはインベントリーチェック的にはどうなのかちょっと気になるね。私がね、個人的につけたから。次がトイレ、ポチ。はい、ここがバスタブであり、洗面所であり、トイレであり、シャワー室があります。しかもね、私イギリスに来てめっちゃ驚いたのが、トイレットペーパーホルダーついてないんよ。びっくりじゃない。でしかもイギリスのトイレはどこも全部そうだよ、ウォシュレットがついてない私の中でのカルチャーショックでもあったわ。絶対普通ついてるのについてないっていうのは、マジでかなりそのびっくりしたかった。はい、これが私のお家のトイレでした。あと何分、あと何分、あと何分、ちょうど3時になりました。今からちょっと喋りに行こう。 Yes, I think I have finished. If you'd like to come back around 4 o'clock, I will hopefully be finished and I can show you if there's any cleaning issues. Incredibly clean. For sure. Incredibly clean. I would, whoever did your cleaning, they're phenomenal. Very happy. When are you coming over to my house? Okay, I'm glad. I don't get to say much about that. Now, the other one was, there were some stains on the carpet. Other than that, there was nothing wrong with the flat. Everything was good. Clean. Phenomenal. Thank you. Oh, thank you. Made it incredibly easy for me. So some people leave this flat very dirty. You have no idea. In this building, last summer, there's a gentleman, Italian guy. Italian. Italian guy. Nice. I met him. He was a nice guy. I was there when he moved in. 6 month lease. He'd spent maybe 2 or 3 weeks here. Food, everything for 6 months. For 6 months? Yeah. Food of what? Just food on the counter, refrigerators, and just it smelled, it was rotten. Was that food rotten? Oh yeah, everything. What? But he was in Italy. He didn't come back. He was like, well, just, you know. My friend will come in and get my toothbrush and my clothing and all that stuff. Wow. Yeah, now you see a little bit of everything. So I was incredibly happy and pleased. Thank you for doing that. You did some job. I'm glad. Thank you. When I see nothing inside of the flat, it's not something that I know. Yeah, definitely. But thank you. My pleasure. Have a great day. Bye.